アリオ倉敷は、岡山県倉敷市に立地するセブンアイホールディングスグループのセブンアイクリエイトリンクが運営する複合商業施設で、ある。旧倉敷防石倉敷工場跡地に開設されたテーマパーク倉敷地防理公園が、経営難により2008年12月31日をもって閉園し、2010年2月に跡地が 倉敷千堀公園の運営主体の一つであった、岡山県から所有者のクラボーに返還されたのを受けて、クラボーが伊藤洋華堂を事業主体に選び、跡地の一角を再開発したものである。伊藤洋華堂のショッピングセンター業態、アリオとしては12店舗目であり、中国地方では初の店舗となる。また、他のアリオは、セブンアイクリエイトリンクが伊藤洋華堂から、 運営受託されているのに対し、東 SC では唯一自社による施設運営となっている。2011年11月25日午前9時にオープンした。同じ倉敷千堀公園跡地に設置された三井アウトレットパーク倉敷、倉敷未来公園と一体的に整備されている。アリオ業態で他社の複合商業施設と一体的に整備されるのは本県が初めてである。 各テナントは開店以来、伊藤洋華堂食品館倉敷店だったが、伊藤洋華堂の不採算店舗整理の一環として2016年8月31日をもって閉店。後継は、伊藤洋華堂が業務、資本提携している天満屋ストアが、天満やハピーズ、アリオ倉敷店として開業した。これにより、アリオでは初めて、伊藤洋華堂以外を各店舗とする s c となった。 その他のテナントとしては、地場百貨店の天満屋がショップを出店するほか、上新電機が中国地方に初出店している。ありがとうございます。